ということで、聞きますか。はい。ということで、早速ですが、インゲツくんのガチャ引こうと思います。多分、ラフの、今までのスターレールのキャラの中で一番気合入ってるかもしれんな。いや、まあ、カフカもめっちゃ気合入ってたけど、わかんねえ。みんなどれくらいガチャ引くか。またちょっと売り上げが凄まじいことになりそうですね。じゃあ行きます。19000創生結晶あります。創生結晶って呼んじゃうわ、これ。なので、まあ、24000円課金してきました。まあ、陰月無凸で確保して、まあ、武器ガチャもね、無凸で確保できたらなと思います。この公園水もなかなかやばいよな、見た目。やばくないこれ。イラスト。これ、鎖で繋がれてるんよね。こんなんあれやん、同人誌のタイト、同人誌の表紙なんよな、これ。炭鉱の、ちょっと、いやらしい、エッチな同人誌の表紙なんですよ、この公園水。やばくない？はい、じゃあ行きます。じゃあ、10連から。ちょっと待って、早速引くっつったけど、ちょっと天井だけ確認させて。詳細。あ、カフカ引いて、すぐやね。じゃあ全然天井溜まってねえわ。10連。早速光ったりしないかな。あ、光った！やばくね？やっぱイケメン同士は惹かれ合うんかもしれん。頼む。いや、50-50。いや、でもすり抜けるならクララとかジェパードとか、幼児じゃん、持ってないから。いや、一発で、50%、2V1。ああ、びっくりした。玉ってピックアップ来てたっけ？わかんねえ。来い！すまんな、お前ら。やばい。私もちょっと有罪かもしれん。脱輪の刑に処されるかもしれん、これは。やばいわ。紙引きしてもうた。すまん。10連一発で引いちゃった。やーばー。陰月1、10連で一発で引いちゃいました。すいません。すり抜けもせず。かっちょえー。すげえ、左右非対称やな、服が。すごい。さあ、じゃあお待たせしました。よし。じゃあ、ちょっと奇跡見ていきますか。奇跡。じゃあ、まず、横のやつから。めっちゃ、腹筋、筋肉。コードン制限系デバフを抵抗する確率、レジスト確率 35%。よくね、これ。まあ、ありがたいな、レジスト。金庫とか、そういうの、食らわんくなる。戦闘開始時、EP15 回復。140のウルトが15回。これもありがてえな。上は虚数属性が弱点の敵にダメージを与えるとき、配信ダメージ。おお。え、じゃこれ銀狼と相性いいってこと？え、じゃあもう虚数いなくても銀狼で埋め込めばいいしな。良いじゃん。じゃあレベル上げまくるか。優先順位考え中です。何上げるべきだ？え、これ全部上げるべきじゃね？一番大事なのは通常攻撃な気がする。うん。通常、強化通常攻撃主体のキャラだから通常が優先だと思うけど、ウルトも、全部上げていいな。全部上げるか。めっちゃレベル上げれたよ。あ、でも、あ、危ねえ危ねえ。このまま調子乗ってあげると今度武器の公演数が上げられんくなる。公演数上げようか。はい。じゃあ、ガチャの時間でーす。公演数のガチャ引きます。さあ、じゃあ武器ガチャ10連いきますか。陰月が10連できたから、これは結構もう課金いらなさそうだな。え、武器ガチャーん。あ、光った！マジ？え、75% だよね、これ。やばい。10連で炭鉱来て、10連で持ち武器希少限。やばい。ランドゥの名のもとに。あー、ホヨバースありがとう。今まで引き悪かったけど、今日で一気に紙引きになったわ。やば。やば。私何連溜まってた？あ、松の実。やば。マジ？カフカ引いて、で、10連で、炭鉱一発で引いた。で、松の実来て、10連で、すごいわ。紙引きしすぎたな。すいません、許してください。で、この公演数の効果知らないんですよ。回心率 18% 強いね。通常を行った時、
流銀を1層付与する、獲得する。2ターン継続。流銀1層につき装備キャラの攻撃力18倍、EP 効率プラス6%。強くね？物理主人公もね、なんか、ウルト使って自分の通常攻撃強くするし、ジンもさ、視聴よきたれ。通常攻撃強化するし、なんかいろいろ使えそう。汎用性高。汎用性高くね？ジンとかでもいけそうやな。これ強いな、これ。強くね？すげえ、同人誌公演水、強いわ。やばい事態が起こってまして、24,000円課金したんですけど、課金した分の原石が減りませんでした。え、原石10連で陰月来て、10連で公演水来たから、で、今までちょっと原石溜まってたんだよ。すげえ、24,000円課金したのに、課金石使わんかった。貯めてた3600原石だけで、3200か。引けちゃった。すまん。悪いな。うん。まあまあまあ。すごい。こんなことあるんや。今までいつも、ああ、引き悪いな。課金しようって感じだったのに。はい。じゃあお待たせしました。いけ、陰月。ゴーゴーゴー。今度は私を楽しませてくれる？私を楽しませてくれる？諸悪退散。いきますよ。ワン、ツー、スリー。やば。からの？気持ちいい。あ、これ弱攻撃で。やばい。通常攻撃しょぼすぎる。お別れの時だ。ピチって感じ。ピチって感じがした。はい、ワン、ツー、スリー。ゆっくり。さあ、交流、飲め。交流飲め。ウェーイ。誰と組むかで使い分ければいい感じね。なるほどね。諸悪退散。ワン、ツー、スリー。気持ちいい。先輪は権限した。ゆっくり。同天陰月、総理、よう注がん。気持ちいい。同天陰月、総理、よう注がん。へえ、リポップした。横の敵を削って、輪を持って到達。この力が騒いで。1、2、3。やば、圧倒的だね。やばいな。えい。やっかよ避け。待て。相手が行動するより先に動け。集中しろ。相手が行動するより先に。奪ったならば償ってもらおう。領域展開して、こっちが先に攻撃で動けば羅刹の領域で回復できる。ぶっ壊せ。2倍速ってこんなもん。頼む。あとは耐えること。あ、そうやね、ウルト使ったら行動順早まるから、ワン、ツー、スリー。えぐ。だいぶ回復したな。ナイス。さすがは羅刹。諸悪退散。これ2回行動になるんだよな、これ。ワン、ツー、スリー。35万。無凸35万。ま、戦争に世を注が。気持ちいい。遠視を授けん。償いたまえ。ワン、ツー、スリー。やばいってこいつ。あ、人生削り自分で調節できるの最高だな。弱攻撃で倒した。指示を聞け。耐えろ。
帰ろ。問題はない。危なかった。自己回復した方がいいか。スキルポイントが、いや、死んだらまずい。厄介を避け。スキルポイントねえわ。しゃあねえ。さっき調子乗りすぎた。ガツンと来るやつで行こう。あー、インチキバリアだ。いや、油断したら持ってかれる。あ、よかった。いい度胸だね。弱攻撃使ってこれで1ポイント稼ごう。雨のようなヤオ。行くよ。炭鉱陰月。天候の荒波。さあ飲め。私を楽しませてくれる。スキルポイントの削れ方がマッハ。これで終わりだ。やばい。天使を授けん。けど回復して。バトル体験を攻撃行動を取ればラセスがちょっと回復してくれる。いいぞいいぞ。お別れの時。あぶねえ。つもりはなかった。結構あぶねえ。天候の荒波。72万。やばいだろ。72万。千の珍奇を持って振動機。スキルポイントがない。いい度胸。結構危ないな。ちゃんと操作してあげないと死なせちゃう。この力の差。いやでも勝ちだ。もう勝ちだろ。1、2、3。とどめだ。ジャーナジェパード。さあ交流飲め。やーば。これが無凸か。どんな結果であろうと。どうもです。こんちゃちゃです。ねるめろと申します。突然私を呼ぶなんてどうしたの。もう見た目も好きだし、ずっと前から大好きだから。実はね、私も同じだよ。